こんにちは。今日も負けちゃいましたね。もう終盤に来てる中で痛い敗戦となってしまいました。まあ今日の試合、最低限引き分けで勝ち点を取ってほしかったですね。たくさんのサポーターも来て、新規もいて、でゲストも結構来たみたいなんで、そういうプライドは見せてほしいですよ。万が一勝てないとしても。それで今日気になったことをお話させていただきます。一番気になったのは小畑。僕は小畑好きですし、応援してるので、前で厳しいこと言いますけど、もっとレベルアップしてもらわないと本当困ります。まあ、現状仙台のゴールキーパーの中で一番使う意味あるのかなと思ってますけど、育成も込めて。まず今日の1点目、あれ前に出て弾けないかなって。怪我するの怖いかもしれないけど、あそこ前に出て弾かないと。ああいう曖昧なボール上げられたらディフェンスだってやりづらいし、あと陣形整えなかった、まあ、おじさんが多いディフェンス陣たちも悪いし、何をサボってんのか分かんないですけど、ほんと呆れるような失点の仕方ですね。もう、まあ、頑張ってるシーンはありましたよ、選手たち。でもやっぱ結果が全てなんで、いい試合しましたって言える時期じゃないんですよ、今は。まあ、2点目も何してんだって感じでしたね、俺は。まあ、あと映像見返さないと、オフサイドじゃなかったって分かんなかったと思うんですけど、まあ、リャンが途中から出てきたのにチンタラサボってたんで、ベテランでチーム引っ張んなきゃいけないリャンが何やってんだって感じですけどね、本当に。もう本当に今季は見たくないレベルの大失態ですよ、リアンは。なんであんなチンタラ歩いてるんですか、あんなディフェンスライン、オフサイドライン下げるようなことして。今日は2点とも自滅ですね。最低限負けないシーンができたので。小畑も2点目の場面は、戦う相手間違えてるよ。まあ、レフェリーに抗議することじゃ悪いことじゃない。でも後で見返してみると、あの2失点目っていうのは、あの目の前で突っ立ってたあの、おっさんのディフェンス陣たちが悪い。本当にひどい、あの後半の対応は。いや、足止める前にまずクリアしてから抗議しろって感じなんですよ。まあ、今日のディフェンス陣だったら、多分優勢出した方が、全然いい仕事したのかなと思いますけどね。本当に素人かと思えるぐらいのひどい対応でしたね、ディフェンス陣は。よくそこは、後日、映像を見返して反省してください。で、小畑さん続くんだけども、俺、岡山戦も気になった場面があって、岡山戦の1点目、あれ、ニア防げないかなって。クバだったらあそこニア触ってるし、あと2点目、あれは最低限弾かないと。まあ、ダウンを見て刺激受けたでしょ。まあ、同じ世代の他のキーパーに負けないように、今からもっと努力、さらに努力して、上手くなってください。俺、キーパーってのは本当に、たくさんシュートを打ちて練習するのが何もだと思ってるんで、うん、今後は今の2倍以上はシュートを打ちて練習してほしいなと思いますね、本当に。
あとクロスの対応とかももっと練習してください。大一番で今日みたいな対応されたら、ちょっとありえない。でも君のおかげで勝った試合もあるから、俺は全然君のこと期待してるし。だ仙台としては、まあ彼もまだ育ててほしいなと思いますけどね。今更杉本とか、他のキーパーに変えてもしょうがないんで、大差ないですし。で、話変わりますけど、アキラさん。そろそろ442に戻してもいいんじゃないですかね。アキラに攻撃がもう死んでるので。352で、選手個々の守備の意識がだいぶ高くなったと思ってるので、442に変えても、しっかりみんなプレスするんじゃないかなと思うんですよ。あと、後半の頭に選手変えてもよかったかなって、終盤に慌てて3人入れるんだったら。本当に俺ちょっと正直、伊藤さん大丈夫かなっていう感じになってます、今。優れた監督は与えられた戦力でも、ある程度、形は見せてくれるので、そこはまだ足りないのかなと。最後、今季で、さよならになる可能性もあると見てます、俺は。今、中山だったら攻撃、富樫の方がいいですかね。逆パターンの方がいいかもしれないですね、出し方。あと、内田はかなりひどいですね。内田のシュートもクリアになったりしてるので、あんな楽な攻撃相手からしたらないですよ。今日帰り、ちょっと仙台が負けて女の子を泣いてるのを見たので、せっかく見に来たサポーター泣かせるような試合しないでください。勝たないとリピーターにはなんないっすよ。じゃあ新潟にも行きますので、頑張ってください。